アクシアのロゴ、富士ブランドとアクシアブランドの C カセットテープデジタルカメラアクシアアイブレイト、アクシアの音楽用 CD、R アクシアは富士フィルムグループが1985年6月から2006年12月まで展開していたコンパクトカセット用磁気テープを主力とする製品のブランドである。ブランド名の誕生と商標登録と初告知は1985年4月。 名前の意味はギリシャ語で価値があるもの。後にブランドロゴのもとにアクティブ・イクスイチン・イノベーター・オール・フォー・ユーと併記された。2006年12月をもってブランド終了。これによりアクシアはブランド誕生から21年半の歴史に幕を下ろした。ブランド終了の理由としては2000年代当時、主に若年層を中心とした。 コンパクトカセットやミニディスク等のオーディオ用、録音メディアの需要が著しく低迷し、iPod を筆頭とする、携帯型デジタルオーディオプレイヤーが台頭、普及してきたこと、およびオーディオビジュアルの環境を取り巻くライフスタイルの変化などが、ブランド終了の背景にあるとされる。日本国内のみのローカルブランドであり、日本国外市場では従来通り、富士ブランドで商品を展開していた。 主に、コンパクトカセットや MD、録音用 CD-R、RW などといった音響メディアを発売したが、VHS、SVHS 用ビデオテープやットデジタルコンパクトカセット、デジタルカメラ、ポータブルオーディオなども発売された。富士フィルムは、日本国内で初めてビデオテープの製造に成功するなど、磁気テープの分野でも高い技術力を有する。 1960年9月、東京芝浦電機と提携し、オープンリール用磁期テープ、東芝、富士フィルムサウンドテープを発売する。その後、自社開発となり、1968年9月に富士フィルム出資で富士オーディオを設立、1969年11月に富士フィルムカセットテープでカセットテープ市場に進出する。 1976年2月には既存のフェリクロムポジション用テープを除く一連のカセットテープとしては業界初となる自生体の二層塗り技術を採用した音楽専用ノーマルポジション用カセットテープ FX デュオよび従来の一般録音用 l n q ノーマルポジション用カセットテープの代替活用の音楽一般録音兼用低級、l h q ノーマルポジション用 カセットテープのひな形となる f x ジュニアを発売。1979年12月に富士オーディオから富士マグネテープに社名変更。1980年2月以降の製品より富士カセットブランドとなり、同年4月にはテレビコマーシャルに当時若者に絶大な人気を誇っていたイエローマジックオーケストラを起用したり、 1983年5月にカセットハーフに耐熱樹脂を使用した世界初のカーステレオ専用の生まるポジション用カセットテープ富士 GTI を発売するなど話題を呼んだこともあったが先行する大手3社と比べカセットハーフやパッケージの衣装などで遅れを取り販売は低迷を続けていた同社の市場調査の結果オーディオマニアやカセットテープユーザーの 富士カセットテープへの総合面での評価や認知度は至って低く、ブランドイメージの最高や上位3社からの切り替えは困難と見られた。そこで日本国内における富士ブランドを順次止め、新ブランドのアクシアに切り替えての再出発を決断し、1985年6月に最初の商品を発売した。1 9 8五年六月時点でのラインアップは、 主力の PSI、富士ブランドでも好評だったカーステレオ用 GTI、GT2 低価格商品の JP の4種類だった。ターゲットをオーディオテープを使い出す中学生に絞り徹底したマーケティング調査を実施。全体がスモーク仕上げによるスケルトンタイプのカセットハーフやカジュアルなパッケージの衣装等を採用したりイメージキャラクターに デビュー間もない女性アイドルの斎藤由紀を起用したのも、当時の中学生や高校生などといったティーニエジャーからの高い支持による。これらの効果に加え、元来の高品質も評価され、それまで5%前後であった市場シェアが20%台にまで上昇し、大手3社と肩を並べるまでに成長した。1989年9月に高度な樹脂成形技術を用いて、 従来のケースよりも外寸の厚みを約20%薄くした独自のスリムケースを開発し主力製品の PS シリーズに採用。当時ヘッドホンステレオとカセットテープを持ち歩いて使用していたユーザーニーズをつかみ爆発的なヒットを記録した。競合他社も一部の高級商品を除き同等の薄さのケースを独自に開発して追従。 数年で標準的なカセットケースのサイズがこのスリムケースサイズに置き換わった。アクシアのスリムケースは当初、それまでのケースとは反対にヘッドタッチ部分を外側にして収納する構造だったため出し入れ時にテープに直接指が触れてしまう恐れがあったが、1996年にどっちでもインのキャッチフレーズがついた EG イ,インスリムケースを開発することでこの問題を 解消した。1989年4月、VHS 用ビデオテープにも、アクシアブランドを導入。映像記録に適した特性を持つ、磁性体を上層に、音声記録に適した磁性体を仮想に塗り重ねる、ダブルコーティング技術、およびベースフィルムに塗布した、磁性体粒子を一つ一つ規則正しくテープの長さ、方向に並べる工程を2回行う。 ダブルオリエンテーション技術を開発。アクシアブランドのコンパクトカセット、および富士ブランドのビデオテープやメタルポジション用を除く一部のノーマルポジション用、およびハイポジション用のコンパクトカセットにも転用した。もっとも、コンパクトカセットの場合は、下層部には中、低域に適した磁性体を、上層部には広域に適した磁性体を重ねていた。なお、 ビデオテープの CM には、ロック歌手の矢沢栄吉を起用した。こうした、アクシアダブルコーティングビデオカセットは、バンダイビジュアルの映像ソフトに採用されていた。ちなみに、機動警察、パトレーバーの初期 OVA シリーズのレンタル版と、セル版 VHS ソフトに、アニメーション A パートと B パートの間に、当時のアクシア PS、アスシリーズのパトレーバーオリジナルアニメーション、 CM が挿入されている。このアクシア p s スオリジナル CM を挿入することによって、当時一般的に高価格だった VHS ソフトを広告料による相乗効果からもたらされた結果、4800円台の価格まで下げたと同時に、若者層へのアクシアブランドの認知効果に寄与した。1993年10月に富士マグネテープから、 富士フィルムアクシアに社名変更。この時、カセットテープの一部製品に限り、国内生産から海外生産へ切り替えられた。2001年4月に低価格、トイデジカメ9-1を発売する。以降低価格、デジカメシリーズを販売。2002年4月に発売した iPlate は、当時、価格競争が激しくなりつつあったとはいえ、数万円以上はした。 デジタルカメラ市場にあって、実売価格が約1万円という、値段設定で話題を呼び、後継機種、i イプレイとメガも販売された。同時期、富士フィルムバッテリーと合併、富士フィルムアクシアを、存続会社とした。2004年10月に富士フィルムイメージングに、吸収された後は新製品の投入が一切なく、2005年12月までに、 カセットテープビデオテープ等の音声、映像記録用時期、テープメディアの生産終了、先行撤退を皮切りに、2006年12月をもって、富士フィルムブランドの音声記録、映像記録等のコンシューマー向け、各種記録用メディア製品とともに、すべての記録用メディア製品の生産を完了した。これにより、1960年より展開していた。 富士フ,フィルムのコンシューマー向け記録メディア事業部は、明日ともに46年の歴史に幕を下ろした。その後、富士フィルムイメージングも、最終的に、富士フィルムに吸収され、日本国内のみならず、家庭用時期記録メディア市場からは、富士ブランドを含め、完全撤退した。なお、家庭用時期記録メディア撤退後も、富士フィルムは、業務用向けコンピュータデータ用の、 各種記録メディア製品は数年間継続生産していたが、2021年現在でも生産が継続されているルートデータカートリッジを除き、2010年末までにほぼ撤退している。富士フィルムアクシアはアクシアミュージックオーディションを何度か行っていた。クレヨン社、福山ヨシ牧原のりゆき、サーフィスなどがこのオーディションに応募し、メジャーデビューするきっかけとなった。 ありがとうございます。